こんにちは。下水道プロジェクトのアップデートがあります。今週でもうそろそろ終わりになりそうですね。私たちというか、業者さんがですね、今週いっぱい働いてくださって、あとはここの箇所のコンクリートを埋めるだけになりました。見てください、ここからもう道まで全部、下水道が直りました。このピカピカのアスファルトが見えますでしょうか。ここは穴が開いたところに新しくアスファルトを埋めました。そしてもし何か、下水のアクセスが必要な時のために3つ穴を作ってですね、そこにアクセスポイントを作っておりますので、今後のためにも、そのような工事をしております。これからお見せします。ついてきてください。1番目です。2番目です。3番目です。このプロジェクト当初は何十万ドルもかかる、教会を建て直す必要があるのかななどといろいろな心配をしていました。しかし神様の恵みのおかげで6万ドルでこのプロジェクトを終わらせることができました。献金を通して、またその他さまざまな方法を通しての皆様のサポートを心より感謝いたします。チャンネル登録、動画のいいね、そして通知設定をぜひオンにして、これからの動画の更新情報を受け取ってください。ではまた次回。